はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。では前回からの続きやっていきます。なぜかミッション8っていう画面が出ないで、ここからスタートみたいな感じになってるんですが、この後出てくるのかな。ああ、ここから出てくるのね。はい、ではやっていきますが、その前にね、前回の動画で言いました、エアハイクゲットしていきたいと思います。エアハイクでいいよね。エクストラ。ワンタッチャブル、ブルーオーブ。そうだったね。そういえばこういうので、一応、体力とか増やせたんだね。伝説の剣士再来。やりましょうか。いい感じのとこだな。うわ。出たいな、なんても。エアハイクをゲットしたから負けないぜ。強いぞ。スティンガーゴリ押し。敵の動きがよくわかんない。これはあれなんだよな、周り硬いから顔を狙うしかないんだな。やばい、危ねえ。よし、いけるぞ。トリッシュ、なんかデビルメイクライ1以降4とか5に出てくるけど、キャラが全然違うよね。1の時かなり純粋な感じなんだけど、4とかだともう大人のお姉さんみたいな。
股の槍。絶対ブルーオーブのかけらとか俺見過ごしてるんだよな。どっかにありそうだもんね、こういうとことか。ないのかな。まあもちろん攻略とかは見ないでやってるんで、どうしてもそうなってしまうんですが、てか今上にあるよね。今あったぞ今あったな。どうやって登るんだこれ。よっしゃ、ムービー中やっぱ解像度低くなってるよね。手抜きだね。もっとしっかりレンダリングしてほしいな。グレネードガン、おお、使ったことないけど、ここであれかな、三つ股の槍を刺すんだね。三つ股の矛か。はい、どこ行けばいいの。この次はどこに行けばよいと。まあいいや。あれなんか今あったよな、ちょっと敵を倒してオーブ集めしていこうか。まだ来んのか。まだ来る。無限枠かな。無限枠？無限っぽいな。ブラッティーマリーだ。ちょっと強い。無限だな。やめよう。怖いんだけど、足音がする。あれ、あーなるほど、意味が分かったぞ。そうか、あのシャッターが閉まる前にこっちへ来いということかな。じゃああれだね、魔人化しないといけないかもしれないな。こいつらは無視していった方がいいんだね。もう一回やり直しだ。よし急げ。いやこれ何これ。魔人化溶けてるし。おい、マジかよ。入った。行くんかい。ちょっともたつきましたね。じゃあセーブして終わります。次回はどこら辺からなんだ。
新たな、ああ、ここであれかな？イフリートが出てくるのかな？僕でもイフリート全然使ったことないんだよな。ここからスタートということになりますね。では、ご視聴ありがとうございました。